ジョーカースタッフのザッキーです。ジョーカープレスのマナエです。今回なんですけども、はい、前回の動画で弊社取引先の竹中さんのコーディネートをさせていただいたんですけども、はい、実は今回も呼んでおります。え、また来るんですか？なんか言ってくださいそれでは竹中さんをお呼びいたします。はい、はい、お願いします。どうぞお願いします。前一番好きって言ってたコーデですよね。めっちゃいいじゃないですか。ちゃんと着てくれたんですね。はい、前回用意したコーディネートを着ていただきましたけども、どうですか？めっちゃ気に入っております。ここまで全部ピシッとやると、はい、なかなか普段は使えないんですけど、はい、このカーディガンとかはもう1枚もうファッと羽織って着てるだけですごく大人な印象になるんで、はい、もう本当ものすごく重宝してます。どっか出かけましたか？ユニバーサルスタジオに行きました。これでおしゃれおしゃれユニバーデートですねいいですね。ありがとうございます。実はまた別のコーディネートをご用意しております。よかったですね。いいんですか？いいんですいいんです前回のコーディネートは基本的にシンプルめでベーシックなアイテムでまとめたコーディネートだったんですけども、はい、今回は少し攻めたアイテムを1個ずつ入れてます。なるほど。前回はちょっと王道なコーディネートでしたもんね。はい、そうです、はい、今回はよりイケオジ感のあるアイテムを取り入れているので、はい、また変身させていきます。はい、それでは着替えてもらいましたので、はい、登場していただきましょう、はい、お願いします。かわいい。なんかすっごいカジュアルになりましたね。個人的には一番好きかも。お女性としてどういったところが、はい、なんでだろう、はい、なんかやっぱりこのデニムの感じすごいダメージ入ってるんですけど、いやらしくないダメージがいいし、トップスとのこの合わせ方がかわいいですね。そうなんでございます。あ、そうなんですね。はい、一つ一つ、はい、攻めたアイテムをちょっと取り入れてまして。なるほど。で今回はデニム、パッと見て派手じゃないですか。ちょっと派手ですね。はい、一番のメインはデニムにおいて、はい、でトップスのニットはシンプル、はい、そして前回の動画でもやったんですけども、はい、この上と下、はい、今回ニットと靴白でまとめてます。おしゃれで全体的に印象めちゃくちゃいいですよね。はい、さっき着てたコーデはユニバ行ったっておっしゃってたんですけど、ちょっとなんかこう大人っぽいっていうか高級感あるコーディネートだったじゃないですか、うん、はい、このコーデはそれこそこっちのコーデユニバの方がいいかも。遊びに行きたくなるような、外でちょっと遊びたくなるようなコーディネートのイメージですかね。どうですか竹中さん？めっちゃゆったりしてて、はい、それこそ街歩きしたくなるような軽やかさというか、あの全然肩に力入んなくて済むし、これはもう普段からどんどん着てもいいかなって思えるぐらい着心地がいいです。なんか白似合いますね。めっちゃ似合います。印象も軽やかになるので、はい、トップスのサイズ感もピタピタじゃなくて、はい、程よくゆとりのあるもので、うんうん、いい感じに力を抜いたイケオジ。いい感じに力を抜いた勢いはい、どういうことですか？どうしても決めるってなると、はい、ぴったりしたサイズ感のものを選びがちなんですけども、はいはい、日常的に、はい、まあ、さっきこれでユニバ行きゃいいやんって言われてたんですね。 うん、うん、それもピタピタの服じゃなくて、はい、程よくゆとりを残したサイズ感のもので、はいはい、でも一部アイテムはデザインものを入れて色合わせてトータル的なバランスを整える、うん、なるほど、はい、それがポイントなんですね。ポイントになります。ちゃんとネックレスもついてますねありがとうございますそうですね、ネックレスもやっぱこれから夏になっていくので、はい、あのワンポイント、はい、やっぱトップス1枚だけだと味気がないので、確かにやっぱキラリと光るワンポイントが、はい、そう、ブレスレットもリングもつけていただいております、うんうんうん、この3点のポイントはつける方がやっぱ一番おすすめです、うん、なんか似合いますね。やっぱりこう T シャツ1枚だとちょっと子供っぽいかなって感じがするんですけど、アクセがあるのでしっかりこう大人の男性っていう感じがします。はい、では次のコーディネートに着替えてもらいました、はい、早速登場していただきましょう。お願いします。わあ、なんかいかつい、うん、かっこいいかっこいい。どうですかマナエちゃん、なんかちょっとギラついてません？はい、いかつめの雰囲気も出せるんですね笑ってるその通り、はい、今回攻めたアイテムはトップスのニット、はい、こちらラインストーンがついてます。本当だ、ちょっとこうキラキラ感、はい、と
総柄全体に柄も入ってて、はいはい、攻めに攻めたアイテムなんですけども、はい、パンツをスウェットパンツであっさりめにして、はい、トップスと靴の色は合わせて、うんうん、トータル的なバランスも保ってます、うんうん、そうですね、はい、デザインだけで見るとちょっと派手って感じですけど、コーディネートで見るとそんなにごちゃごちゃ感はないですね。はい、そうです。どうですか、着てみたいでしょ。絶対普段は着ないですか。自分では絶対着ないんですけど、着てみるとなんか意外とまとまってて、はい、ちょっとびっくりしてるというか、なんかありやなってちょっと思ってる自分が今まで選ばなかったデザインですか。いや、ここまでそのストーンが入ってたりとかっていうものを、はい、そもそもどうやって着るねんとすら思ってたんですけど、うん、意外とこのシンプルなものと一緒に掛け合わせただけで、はい、なんか普通に着れちゃうっていうのがちょっとびっくりしました。まさおっしゃる通りでございます。今回攻めたアイテムを1個1個入れてるので、はい、攻めたアイテムがあるときは片方はシンプルに、うん、このコーディネートも日常的に、まあ、ちょっとこう街出るとか、うん、そういった遊びに行くときとかで着れるように、うん、ラフなコース、今回はスウェットパンツを合わせて、うん、で靴はスニーカーでっていうところで全然こう取り入れやすいというか、はいはい、どなたでもチャレンジできるので、そうですね、はい、おすすめです。スウェットパンツってちょっと部屋着感あるかなって感じですけど、こうやってこうちょっとラインストーンが入ったアイテムと組み合わせることによってカジュアルさが消えたっていうか、はい、スウェットをちゃんとこう履きこなせる男性ってマジのおしゃれな人って感じしません？いや、そうでしょ、はい、そこで一つポイントがあるんです。今回のこのスウェットパンツもどちらもパジャマ感見えるのって、はい、裾絞られたジョガーパンツっていう、だいたいそれパジャマ使ってる方多いと思うんですけども、はい、このスウェットパンツもテーパードシルエットなってて、あ、これも裾が絞られてないタイプなんです。本当ですね。なので履いた時もスッと太ももから裾に向かってこう細くなっていくので、うん、はい、シルエットも綺麗でパジャマ感のないスウェットパンツ、うん、こういったアイテム選びも一つポイントになるので、このコーディネートはこれでかっこよく決まってると思います。それでは次のコーディネートを着ていただきましたので、はい、お願いします。おー、なんかめちゃくちゃ印象が違いますね。いいですね。どうですか、女性的意見として。女性的意見としては、はい、仕事ができそうおしゃれさんです。そう、まあ仕事もなんですけど、仕事ももなんですけど、はい、今回は上下のセットアップでございます、はい、バラバラでも着れるんですけど、セットアップで全体の印象をよく見せるというコーディネートです。襟がない。そうです。普段そのジャケットは襟があるんですけど、その余分な部分を取ってすっきり綺麗に見せられるジャケットです。なんかやっぱ襟があってネイビーの上下だとちょっとスーツ味がすごいなと思うんですけど、襟がないから仕事着ではないけどきちんとして見えるっていう印象ですかね。今おっしゃってもらった通りビジネスカジュアルから普段着でも使えるっていうところで、はい、全然なんかこう職場で着てっても恥ずかしい、難しくない格好じゃないですか、うん、どうですか着てみて。最初ちょっと色にギョッとはしたギョッとしたんですねこれかなと思ったんですけど、はいはい、なんか着てみると、はい、なんか結構意外とカジュアルな感じがあって、はい、そんなに最初はあの変じゃねえと思ったんですけど、変じゃねえと思いました。着てみると自然というか、うんうんうん、ナチュラルな印象があります。はい、セットアップって着ますか普段。絶対着ないというか。絶対に着ないですか。いや、スーツやんそれとは思ってたんで、その上下がセットってそれって、はい、スーツぐらいしか知らないような感じなんで、こうやってファッションとしてやるっていうのはやっぱちょっとハードルが高いなとは思ってました。ハードル高いんですって。そう、今おっしゃられた通り、どうしてもこうセットアップってなると、まあ、スーツ、うんうん、番号仕事で使われる方も多いんですけど、でも今はこうビジネスカジュアルとか少しそういったものもカジュアルダウンされてるのはあると思うので、まあ、そういったシーンでも着やすい着れるものっていうので、はい、今回こちらのコーディネートを選んでます。そうですね、はい、でインナーの方も T シャツじゃなくてニットを入れることによっておしゃれに意識をした洋服の合わせになっているので、こういったものを取り入れるとビジネスシーンから普段着まで対応できるセットアップになっております。そうですね、なんかスーツ着用じゃなくてもいい職場だと全然こんな格好だといいですよね。なんか取引先さんと会うシーンとかでもすごい、はい、印象もよく映ると思うので、はい、おすすめのコーディネートです。はい、
今回は前回よりも少し攻めたアイテムを取り入れたコーディネートを紹介させていただきました。どうですか、竹中さん。自分のファッションへの想像できる範疇というか、すごい膨らみました。新たな挑戦。あ、そうですね、新しい、そうですね、挑戦みたいなのがそのアイデアとして一個出たなって思います。はい、マナちゃん、どうでしたか。はい、そうですね、一見ちょっとこう派手すぎるアイテムなのかなって思ったアイテムもあったんですけど、着てみると派手すぎずに本当に大人の男性っていう感じのコーディネートが多くて超好印象でした。いやー、よかった、はい、ちなみにどれが一番好きでしたか。買うとしたら買うとしたらいや、これです。え、これ理由は、セットアップとしてちょっと見た時は絶対自分やったら挑戦できないものっていうのと、シンプルにこのジャケットとニットの組み合わせが、はい、いいなって普通に思って。セットアップで頑張ってみる時もあっていいし、下普通に多分ジーンズでもすごく大人っぽく着れるそうな服やなって思ったんで、うん、はい、別でさっと羽織れるようなかっこよさもある服なんで、すごい素敵やなと思ってちょっと選びました。これを着回しの幅が広いのがセットアップのいいところですもんね。いいところですね。上下別の組み合わせでも着れちゃうかもしれないです。今回も前回に引き続きコーディネートを紹介させていただきました。で、今回は少し攻めたアイテムを取り入れたコーディネートで3つ、組ませていただきました。ジョーカーでは30代40代の全力で遊びを楽しむ男たちを応援するブランドです。今回の動画を見て良かったと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。また高評価、コメントお待ちしております。